ここからがこの縛りの本番。どうも、リゼーです。前回ゴンゾを無事倒したところですが、今回はパパスの仇の3人目、ゲマを倒していこうと思います。ゲマは1から2回行動で、ゴンズ並みの攻撃力による殴りに加えて、メラゾーマ、激しい炎を使ってくると、間違いなくここまでで一番の強敵です。正直、正攻法で勝てる気がしないので、前回のゴンズ戦のような感じで攻略を狙います。前回のサイモンの枠を炎耐性のあるピエールに変更。ピエールに命の木の実を使って HP を補強し、天空の盾で魔法カンターを張りながら妖精の剣を積むことで、どんな攻撃でも耐えられる状態にします。というか、これ以外無理な気がします。残りのモンスターは、ピエールが妖精の剣を積み切るまでの壁役になれるミステルとガンドフに、ルカナを使えるクックルくんです。それでは早速やっていきましょう。はい、ゲマのとこまで来ました。種とか木の実はピエールに、力の種、守りの種、命の木の実を適当に使いました。少しでも、火力を上げるのと耐久ラインを上げるために。あとは、アンドフとミステルは壁役で、クックル君はルカナを入れることができたらいいなぐらいの役割なので、よし、やっていきますか、とりあえず。ゲマが現れたと。ああ、前の二人はとりあえず防御。まあ、打撃とかメラゾーマを少しでも吸ってくれることを祈る。で、クックル君はお祈りルカナン。で、ピエールは、なんかクックル君 MP 減ってるんだけど。まあ、いいや。ルカナン。何から使うべきだ？妖精の剣からかな？うん。この辺は、何でもいいな。はじめにピエールが倒れなければ何でもいいので、クックル君倒れてしまう。だって、痛いなぁ。ガンドフ防御。ミステルが、世界中の歯じゃない、世界中の雫を使います。で、一回の様子の件でワンチャン一撃耐えないかな、打撃も。天空の盾貼っておきますか。メラゾーマの怖いんで。魔法カンター。お、ラッキー。めちゃめちゃ甘い行動。防御、防御。妖精の剣と。お、耐えるね、ピエール。オッケー。こうなると、まあ、ほぼ、勝ちかな。祝福の杖をピエールで、これで3回目の妖精の剣。これで最大まで積んだ。これで、天空の盾、その魔法カンダ切れないように天空の盾を張り続ければ、あとはもう、多分、倒されることはないはずなんで、見てみますか、ダメージ。与えるダメージは59。被弾が19か。打撃で19。天空盾。21。くらっで、40、50ぐらいだと思うので、1ターンで最大で食らうダメージがもう。で、5は使用上、その、スカラが、いてつく波動とかルカニ系以外で、マイナスされることはないので、あとは、天空の盾切らさないようにしておけば、こっちかな。あとはもうひたすらゲマが倒れるまで殴り続けるだけですね。よいしょ。というわけで、まあ、当てますね、それは。どうあがいても負ける要素のない。というか、こう、天空の盾を張り忘れるとかしない限りは、どうあがいても負けないからな、これは。この程度で私は本当に滅びるとでもったけれ。SFC 版はここでゲマとの戦いは終わりですけど、PS2 からね。ゲマは一度ここで撤退してまた戦うことになると。うん、かなりこう、
ドラクエのシリーズの中ボスとしては存在感ありますよね、ゲマ。だけどまあ、勝ち方は、なんとも言えない感じになっちゃいましたが、まあ、ピエールでというか、レベル1モンスターだけで、ゲマは倒すことができたと。いやー、これでいいのか、本当に。もっと、こんな単純作業の繰り返しじゃなくて、手に汗握るような戦い方ができるんじゃないか。はい、というわけで、ピエールの方を縛ってちょっと、なんとかゲーマーの方を倒せないかなと思って、ちょっと自分なりに考えてパーティー組んできました。なんと新メンツは3体。1体ずつ軽く解説していくんですけれども、パーペック、1体目パーペックは、体勢がめちゃめちゃ優秀で、バギーレインが等倍で、その他なんと全部3分の1ってことで、まあ、今回で言うとゲマを使ってくる、メラーゾーマ、激しい炎はもちろん3分の1。で装備も超優秀で、魔人の鎧メタルキングの手、知力の兜とめちゃめちゃ重装備が可能で、守備力は266。で、激しい炎のダメージも多分、マックス20ぐらいまで抑えられるんじゃないかなと思います。パペックはメインのアタッカーですね。基本的に何もしなくても、妖精の剣さえ詰めれば基本的に耐えられるという体で、パペックには、自動回復のないピエールみたいな立ち位置になるかなって動いてもらいます。で、ミステルは、その素早さの高さを活かして、回復役として立ち回ってもらいます。体勢がちょっと貧弱なので、今回天空の盾を張るのはミステル。メラゾーマで倒れないように。基本的に、削られた味方の回復をするのがミステルの役目。オーバードルと、オドラン、お化けキャンドルとドラゴンチッツは基本的に、壁役です。申し訳ないんですけど。どうしても壁役がいないとちょっと成り立たないので、戦法が。オーバードルは、炎が5分の4。で、炎は、にはちょっと弱いんですけれども、メラが3分の1なんで、メラゾーマのダメージをかなり抑えることができて、HP が素で64とかなり高い。っていうキャラクターですね。で、コードランは炎とギラ、両方とも3分の1、炎とギラ、炎とメラか。炎とメラ両方とも、3分の1とかなり優秀な、対ゲマにおいてめちゃめちゃ強い体勢を持っているんですけれども、防具が貧弱っていうちょっとデメリットありますね。守備力がこの時点で114までしか補強できないので、妖精の剣3回積んでも全然ゲマの物理で倒れちゃいますね。基本的にコドランとオバドルは、はじめ壁の方になってもらって、そこから、パペックとかミステルが、妖精の剣を積んでいく。で積み終わったら、オバドルとかコドランを世界中の派で蘇生してって、まあ、世界中の派使ってから、どうするか、って感じですね。まあ、その辺はまあちょっと考えてないので、実戦で、どういう風に動いけば勝ち目があるか、ちょっと、確かめていくような感じになりますね。種は、賢さの種のみ使っています。残った種は全部使っていません。ダメージ実際に戦って食らってみて、誰の HP を補強する必要があるのかとかちょっと見ていきたいなと思っているので。よし、じゃあ、とりあえず、お試しの一戦目ということでやっていきますか。覚えてます。2回目。なんとかピエール縛って勝ちたいな。とりあえず、オバドル、コドラン。どっちがいいかな?この順番かな?うん。で、壁役としてどう動くか。防御の方がいいか、世界中の方を使った方がいいか。とりあえず、防御でダメージ見てみますか。見たい防御。パペックは、妖精の剣。ミステルは、違う、あれか。装備してんのか。戻せるの忘れたと思ってた。危ねえ危ねえ。妖精の剣からでいいかな。天空の盾を使いたいんですけれども。まあまあまあ、まだメラゾーマ飛んでこないでしょ。よっぽど運が良くないと、まず勝ち目がそもそもないと思うので、多少は運頼みで、妖精の剣。積んでいく。ホドラン防御してワンパンか。やばい、ちょっと想像より脆いぞ、ホドラン。オバトル防御、アペック妖精の剣。
天空の盾貼っておきますが、メラゾーマ来る確率この後かなり高いので、以上の。やっぱパペックは全然効かないの、ハリー・ジョーの。偉い。さすがの耐久ライン。パペックが今、ネズミか。これでほぼパペックは全部耐えられるようになったか。パペック一番前に出しますか。一回。ほんで、妖精の剣。これでマックス積もう。オバドルは、まだ防御かな。で、妖精の剣積みます。いや、オバドルとコドランが防御してもこれだけのダメージ食らうとなると結構厳しいな。パペックは積み終わったか。ここミステルに打撃とか来たら結構厳しいけど、まあ多少はお祈りで、世界中のハーで壁を一回増やしていきたいな。先に起こすべきはオバドルですね。コドランが物理満帆なので。で、祝福の杖でパペック回復。ネズミで80か、ミステルも。素の守備力相当ないと妖精の剣積んでもきつそうですね。いや、なるほど、結構厳しいな。ある程度パペックに打撃が流れてくれることを期待するか。ミステル起こします。2体とも起こしていきます。 OK、 ラッキー。なんか魔法カンタもしてくるのか。天空の剣で魔法カンタ消す役目がいた方が相手の攻撃の脅威が減るか。自動回復ないの辛いな。いや、想像よりミステルが柔らかいな。パペックともう一人、基本的に倒れない、そのキャラクターがいて、その子に回復を任せないときついというか、勝ち目がないんですよね。妖精の剣を積み切る状況を作らないとな。これオバドルに妖精の剣積ました方がいいな。防御でみたいで、祝福の杖をパペックで、オバドルに妖精の剣積ましておこう。守備力的に、辛すぎるその当て方。世界中の歯、防御、妖精の剣で。OK、柔らかい。敵の攻撃激しくないのタイミングは、チャンスだな。パペックは結構耐えてくれるな、このターン。少しでも殴る準備しておきますか。ファイト一発入れて。コドランは、ちょっとコドランが想像よりやばいな。やっぱ守備力というか防具の幅は重要だな。祝福。いや、今妖精の剣一積み状態でしょ、ミステル。ミステルはもう倒れてほしくないな。いや、でもオバドルに積むのが一番初めの目的だから、オバドルに積ませるのが目的。ファイト自分、ミステル防御、コドラン防御で要素の剣積みます。以上、OK。入るの偉いよ。ゲマの攻撃の激しさ次第だな。アペック攻撃、コドランは防御。祝福。エガージの雫を切っても正直、3人削れてるってめちゃめちゃ珍しい状況だから、ここ切りますか。要素の剣。うわー、素早さ負けするか、ここで。素早さの種全部ミステルに注いだ方がいいな、これは。オッケー。妖精の剣で、もう耐えてほしい。耐えて、お願い。オッケーオッケー。オバドルもこれで積み切った状況。
耐久ライン見たいですね、オーバードルの。攻撃。世界樹コドラン。しずくれ。上取ってほしいな、ここ。オッケー、偉い。あ、わかんた。67?67? なんで?妖精の剣積んでる途中だったっけ、今。やばい、頭の中がごちゃごちゃなってくるなー、ちょっと。次やるとき、ちょっと、戦闘速度遅めにして、妖精の剣どれだけ積めてるかとかメモ取りながらやんないと。ダメだ、頭間に合わないや、これ。ミステルはこのターン自分回復で良いな。攻撃。オバドルも積み終わっている状態ではある。次、ミステルが妖精の剣積んで、最後コドランって順番に行きますか。で、コドランは初期まだ倒れてもいい?でも、防御しても打撃で倒れるのがな、柔らかすぎるんだよな、正直。難しいですね、防御で。積み終わっているから正直やることがない。ファイト自分に打ってきますか、オバドル。で、祝福を自分に。何来る?いやー、わかんないなぁ。このために天空の盾をミステリーに持たしているんですけども、その自分がターゲットにならないように。とはいえだなぁ。パペック言うてメラゾーマ40食らうのか。コドランよりだったら、耐性なくても神秘の鎧装備できるサイモンとかの方もしかしたら壁に向いているかもな。コドランがちょっとな、防御しても満帆されるっていうのがちょっと空気だな。そう、こうなるともう切り返し手段が少ないんですよね。一回負けますか。パペックめちゃめちゃ硬いな。コドラーはちょっとリストラかもですね。体勢が優秀だけどいかんせん。守備力がな、防御してもワンパンだと思ってなかったな。まず一回コドランの枠サイモンにして、チャレンジしてみましょうかね。あと種使って。